科試験中のバーチャル YouTuber のイルハートでーす。というわけでね、今週は電撃プレイステーションさんの紹介会。ともかくね、12月も迫ってきてるので、いろんな会社さんにね、つばつけて生き残ってやろうと思います。まあ今こうバーチャル YouTuber はね、戦国時代ですから、デンハートにね、名前が変わるぐらい大したことないし、ま、魂変わらなきゃ名前なんて飾りだと思うんですよね。というわけでね、イルハートが今日も元気に11月28日発売の電撃プレイステーションさん紹介していきたいと思います。電撃大好き。今回はデンハートっぽい感じでやるってどういうことですか？特に考えてないし、意味わからなすぎですよ。まあでもね、イルハートの演技力はね、百変化って言われてますから、任せてくださいよ。というわけで、電撃プレイステーション2回目の紹介。今月号の表紙はこちら、じゃーん、ゴッドイーター3。PS4 のね、年末年始タイトルの特集がメインみたいですね。そんなイルハートが今回紹介するところはこちら、じゃーん、勇者ネプテューヌ。12月20日発売の勇者ネプテューヌでは、発売前の総まとめが載ってるよー。ね、かわいいストーリーから、こうバトルとかダンジョン探索とかがね、びっしり載ってて、これを見れば勇者ネプチューヌ制覇したと思って当然。要点は電撃コチェックを見れば完璧だから、まだね、勇者ネプチューヌを知らないかもって人はこの号を見れば完璧です。この電撃コーナーってやりましたっけ？え、今週からですか？もちろん知ってますよ。電子ね、電撃子、あの子供の頃からいましたからね。ただそろそろね、もう次はこちら、じゃーん、ネプの回。今回もね、素敵なつなこママのイラストと漫画が載ってます。もう本当にね、何度見ても可愛いので、見たい人はぜひ買ってみてください。でもでもって、今回はね、かなりビッグニュースが電パイル記事に載ってるよ。じゃーん、なんと電撃ネプテューヌボリューム4が発売決定。勇者ネプテューヌスペシャルイベントと題して、オリジナルコミック&小説が載ってたりします。なんとね、なんとこの電撃ネプテューヌボリューム4にイルハートもドドーンと裏表紙に登場しちゃいます。しかもね、その号ではイルハートの○○○かも決定というね、大発表もしちゃいます。かなりね、ビッグニュースを出しちゃう予定なんで、絶対見てくださいね。プラス冬のコミケにネプチューヌさんのグッズが登場するので、それも含めてマストバイですよ。とムムムとビビビちゃんの4コマもあります。というわけで、今回の電撃プレイステーションさんの紹介はここまで。勇者ネプチューヌね、総まとめ、イルハートも大活躍の電撃ネプチューヌの話は必見なので、ぜひぜひ買ってみてくださいね。それじゃあバイバーイ。電撃大好き。いや、まあね、皆さん薄々お気づきだと思うんですけどね、イルハートはね、もうイルハートしかできないんですよ。まあ正直こう Twitter も個人アカウント消して、こう統合してプライベートみたいな、ね、感じでやってますし、まあ最初の頃はね、イルハートを演じなきゃって思ってましたけど、もうなんかやってることもめちゃくちゃだしいいかーって
思ったら、なんかすがらいろんなことになっちゃいました。だからね、まあ名前なんて飾りで、こういるハートはね、こう出るハートでも結局、まあ、何も変わらないんですよね。今はね、とにかく生き残ることだけ考えて獣ハートでいきたいと思います。そのまま荒くないでしょ。もう、だっはい、飲みながら生放送やりたい。イルハートが好きな仕草